岩見津賀駅は、島根県大地郡三里町津賀本郷300番地に、かつて設置されていた、西日本旅客鉄道3高線の駅である。三江線の廃止に伴い、2018年4月1日に、廃駅となった。下谷国津賀と同じで、津賀の木のあったところと言われている。駅名は、所在地名が由来だが、開業時にはすでに総武本線に、 菅駅が存在していたため旧国名を冠した。島式一面二線のホームを持ち、列車交換設備を有する無人駅であったが、2010年3月13日のダイヤ改正では当駅での列車交換は設定されなかった。地上駅であったが、ホームは築堤の高いところにあった。西側に入り口があり、そこから築堤下のトンネルにある階段でホームまで登ることができた。 なお、自動券売機などは設置されなかった。2017年3月時点で、駅刑事時刻表に乗り場番号が記載されている。入口側が一番乗り場となっており、列車運転指令上の番線番号とは逆転している。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。なお、1994年度は35人。 1984年度は63人だった。ありがとうございます。